皆さんいかがお過ごしですか。昨日デルタエリアに不法侵入していたエイリアンたちが一斉検挙された問題で、滝沢行政官が会見を行いました。凶悪なエイリアンは残らず一掃されました。市民の皆さん、安心して平和な夜を満喫してください。ここはどこだ。まさか夢の続きなのか。君いつからそこに。教えてくれ、俺は誰だ。奴らだわ、逃げて。奴ら、急いで。下に車がある。あなたの車よ。待ってくれ。俺は一体。お願い、あなたにこの世界を救ってほしいの。私だけを信じて。さあ。何がどうなってる。俺の身に一体何が起きたんだ。マキシマムコーポレーションのキリタです。我が社のカーナビゲーションはボタン一つであなたのお車を目的まで逃げる。あなたの人生をデルタエリア K7 906号室。これが俺の自宅か。ビルで発生した爆発事故の続報です。報道局の発表によりますと、爆発の原因はガス漏れとみて、引き続き現場検証を行っています。外出の際はガスの元栓は必ず閉めましょう。報道局からのお知らせでした。エージェント陣営、新たなミッションだ。17分後クラブデルフィンにてエージェントケイト・ジェイ。あんた誰だ。
連れ様がお待ちです。雨男の陣ってのはお前か。噂には聞いてたが、ほんとひでえ雨だな。K だ。どうした？女に振られたみたいな顔して。教えてくれ。俺は誰だ。は？気がついたら見知らぬ部屋にいた。若い女が現れて、部屋が突然爆破されたが、ニュースではガス漏れ事故ってことになってる。それに家には俺の素性にまつわるものは何一つない。二日酔いか？それとも俺をからかってんのか？違う、本当に記憶がないんだ。それがお前だよ。コードネームはジン。コードネーム？本名は？知るか。俺たちは互いをコードネームで呼び合う。デウスのエージェントはみんなそうだ。デウス。お前頭でも打ったのか？一度メディカルセンターで脳ドックでも受けてこい。あそこのナースをスラーッとしてんだけど、ボンボンって。最高に美人だ。頼む、順応って話してくれ。はい。いいか、俺たちデウスのエージェントは地球に侵入したエイリアンを探し出し、密かに抹殺するのが仕事だ。どうして俺たちだけ？俺たち二人だけじゃない。エージェントは素性を隠して世界中に散らばっている。もしかしたらこの中にも。で、ミッションっていうの？この店の常連客にエイリアンが混ざってるって情報が入った。そいつらを抑えるのが俺たちのミッションだ。分かってると思うが、奴らは人間に擬態している。油断すんな。おい、大丈夫か？もう分からない。俺は何を信じたらいいのか。少なくとも俺はお前の味方だ。何でも話すよ。他に覚えてることはないのか？お願い、あなたにこの世界を救ってほしいの。彼女は俺に何かを伝えたがっていた。こいつに何か秘密があるはずだ。女からのプレゼントか？しゃれてんじゃん。俺がこの世界を救う。俺も彼女欲しいわ。お待ちどうさまです。頼んでないけど。
げんじゃねえよ。ジン、先に行け。壮大なチェスゲームだ。我々は巧妙に駒を忍ばせ勝利の機会を伺ってきた。チェックメイトは目前だ。我々はこの世界に溶け込み使用権力をも掌握した。世界は間もなく我々の手に落ち、今宵この星に散らばる同胞たちが全て集結した。共に勝利を見守ろう。したのは何の話だ。誰か教えてくれ。俺は一体誰なんだ。それはこっちが聞きたい。お前一体何者だ。ジン、あなたはこの世界の救世主よ。君はさあなさい。無事でよかった。教えてくれ、救世主とはどういう意味だ。あれを使えばわかるわ。
選手よ。おい人物か、返事しろ。ああ、あの巨人は私たち人類を救ってくれたのでしょうか。だとするとまさにこの世界の救世主なのかもしれません。全てが信じられなかった。しかしこれは決して夢なんかじゃない。この力で俺はこの世界を守り抜く。そう心に誓った。1年前に失踪したエージェント R。 なんで R がアブラクションの手引きなんか。船は人を連れ去るんじゃない、船を望む人々のために船は来るんだ。教えてくれ R、 彼らはなぜこの世界を捨てていく。